5番ホール521ヤードパー5です。これはもうまっすぐですね。ですね、まっすぐロング、うん、あんまりティーショット右に行きたくないな。しょー、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。いや意外とこの打ち上げのシチュエーションでロングで、うん、飛ばしたい、はい、そういう時って目線がこう上に行きがちで、あーそうですね、意外と振り遅れがちになるんですよ、はいはい、だからちゃんと左を狙っ右サイドから左を狙って振り切ると、おーなるほど、いうイメージで、んーナイス、よし完璧。アンディさんどうですか。どうですかってどういうこと。今回初めての日刊14。いや思ったのは、うん、2人は楽しそう。いやめっちゃ楽しいよ、そうだって真剣にやっていいんだもん。そうで池田さんの真剣なプレーを見えるし、そうそう、池田さんの心の中の声聞けるから、あそうそう、すごい嬉しいよ、うん、正直一番楽しい。いやマジで今までの中で一番楽しい俺はね。ここはちょっと間違えました。スプーン持ってきちゃったんだけど、今やっぱグリーン周りよりちょっとある程度距離残した方がいいなと思ったけど、今日はスプーンでいっちゃいます。250カートで250ぐらいなんで、まあ250ちょい。ちょっとラフのねウッドはやっぱ難しいから、本当はねこれアイアンの方がいいと思うんだよね。ちょっとあんまり下入れると上がっちゃいそうだな。方向、シンディが言ってる方向だったらめっちゃいい方向いったよ。あ、左の方。池田さんもこういうパー5のセカンドってもうできるだけ近く行っちゃいます。ロングはできるだけ近くに、うん、で行っちゃってますね、いつも。なるほど、うん、お、いい方向、多分いい方向じゃないですか。あれいいの？池田さんのライン結構左足上がり、結構強烈な、うん、強烈だったね。左足上がりでしたね。はい、あの時ってなんか意識しないですね。ミスショットでやっぱりティーショットと同じでこう、うん、頭が上がっちゃって、うん、で手が浮いちゃってヒールに当たることが多いんで、うん、なるべくこう低い球打つようなイメージで打ちました。だからまあちょっとこういう左に行ってるようなボールですね。どうですかアンディさん。アンダーさんどうですか。今日は朝飯何食ったんですか。朝飯食ってないです。食ってない、はい。今日スルーなのに、サンドイッチいっぱい持ってきた。へー、そっか、やる気が違いますね。やる気が違いますよ。違いますね。さあ俺の課題のショットが来たよ。なんかイメージよりいいコースだね。うん、なんか綺麗なコースですよ。本当トリッキーですけど、ね、ちょっとね、ちょっと右に出ちゃった。グリーンが柔らかいんで、まあピンの根元を狙って41だから37ヤードぐらいキャリー、うん、今の距離絶対打てないからさ。わお、あー行っちゃった。池田さん、はい、コックなしだ方意外にいいかもしれない。いい感じだったですか。いや今いい感じです。ちょっと右出ちゃいましたけど、はいはい、勇気持ってもうちょっと振ればよかったですけど、うん、そう、やっぱりパンチが入らない分だけ飛ばないんで、はい、うんうん、だまあ、しっかり大きく振り抜くはしますよね。距離感を覚えてくれば、うん、いやさっきのぐらいの60ないぐらいだったんですけど、はい、あれが怖いんですよ、はい、フルでもでかいけど、でピンちょっと奥っていうかもうないじゃないですか、うん、はい、あれが打てなくて、はい、こうチュンってなっちゃうんです。そうですよね。そうすると飛んでっちゃったり、はい、僕これはもう全然パター頑張ればいいだけなんで、うん、新しく覚えました。コックなし打法、ノーコックヒノです。曲がれ、おーチャレーあざっす、あざっす、ノーコックヒノです。ぴったりだね今、完璧だね。いやよかったです。ちょっと曲がらないなと思ったんですけど最後曲がってくれましたね。えよかった、んーナイスバディ、ありがとうございます。ナイスです、ありがとうございます。ネタです。
はい、このホール池田さんバーディー、日野もバーディー、トータル池田さんが1アンダー、日野が2アンダーです。いい感じだね。いや、いい感じでしたね今。